Linux カーネルのブート並びに新調プロセス。Linux システムにおいて、ビムリナックスとは、内部に Linux カーネル本体を包含する、静的リンクされた実行ファイルである。エルフ、コフ、f a アウトのような実行可能バイナリ形式に準じた、形式が利用されるが、通常の実行可能バイナリと異なりカーネルが、 対応している形式ではなく、ブートローダーが対応している形式でなければならない。VimLinux ファイルは、カーネルデバッグ、カーネルのシンボルテーブル生成、または、その他の用途で利用される。通常、コンパイラが生成するバイナリから、さらにすべてのシンボルを取り除き、圧縮をかけ、マルチブート用ヘッダー、ブートセクタ、BIOS 用、ローレベルブートセットアップルーチン、 自己慎重ルーチンなどを追加して、最終的に、ブート可能なイメージが完成する下カーネルのことを、カーネルイメージと呼んで区別する場合もある。通常は、カーネルのビルドが正常終了すると、ソースコードのトップディレクトリにこのファイルが存在する。古くから、ユニックスのカーネルイメージは、ユニックスというファイル名であり、CP、ユニックスのようにコピーしてインストールされていた。 BSD で仮想記憶が実装され、仮想記憶をサポートしたカーネルであることを示す VM- という窃盗時をつけ、ビム m u n i という名前が使われるようになった。ビムリナックスという名前はそのビム m ニ n i を元にした命名法によるものである。さらにリナックスでは圧縮イメージという機能も追加され、ビムレヌーズという名前が付けられた。 ビムリナックスを圧縮したものであることを表す文字、Z を交尾に付している。ユニックス系システムにおける古くからの慣習で、カーネルは、ルートディレクトリに置かれることが多かった。しかし、リナックスに限らず PC ユニックスでは、ブートローダーが、ハードディスクアクセスに BIOS を使用するため、ハードディスクの先頭1 2 4シリンバーまでしか、 アクセスできないという制限があるシステムがあった。この制限に対処するため、Linux Distributor は、ユーザーに、ハードディスクの先頭に、ブートのためのファイルシステム、すなわち、カーネルと、システムのブートに必要なファイルを置くパーティションを、作成するよう推奨した。正確には、ファイルシステムに含まれるもの以外に、ブートのためには、そのパーティションの先頭の EN、ボリューム、 ブートレコードも正しく設定される必要がある。XFS は実装上そのための空間が確保されないため、このファイルシステムには使えない。あるいはブート手順中の底を迂回する、何らかの別の方法が必要となる。慣習として、ブート後にそれとは別のパーティションにあるファイルシステムをルートとする場合は、このブート専用ファイルシステムは、ブート後は、ブートにマウントされた。 後にこれは、ファイルシステムヒエラルキースタンダードにより、標準化された。詳しくは、FHS バージョン2.3のセクション3.5にを参照してほしい。旧来より、ブート可能なカーネルイメージを生成した際、カーネルはまた、スリブアルゴリズムを用い圧縮されている。 Linux カーネルバージョン2.6、30からはこれに加え圧縮率が高いルスマやブジップにアルゴリズムによる圧縮もサポートされている。システムに電源を投入し BIOS がブートローダーを読み込みブートローダーが圧縮されたカーネルイメージコードを読み込む。このコードからカーネルコードが新調されるといくつかのシステムではブートプロセスが進行するにつれコンソールに ドットが何個も表示される。圧縮ルーチンは、いくつかのアーキテクチャ、とりわけ、i386 のようにブート時に読み込める。データサイズが極端に制限される場合必須であったが、無事メージが開発された現在においては、ブートプロセスにおいては、取るに足らない要素である。X86 アーキテクチャとは異なり、スパルクアーキテクチャにおいては、カーネルイメージは、ビムリナックス。 ファイル自体を単にグジップで圧縮したものである。これはスパルクリ Linux スシステムにおいて使用されるサイロ、ブートローダーがグジップで圧縮されたイメージを透過的に伸長できるからである。ブートイメージのファイル名はさほど重要ではなく、しかし、慣習的にはビムレヌーズ、またはジマゲとなる場合が多い。 リナックスカーネル開発が成熟するにつれてユーザーが生成するカーネルのサイズはいくつかのアーキテクチャにおいて課される制限である圧縮されたカーネルコードが保持可能なサイズを超えるまでになってきたこの制限に対処するためカーネルを不連続なメモリ領域にうまく分離した無事明示フォーマットが開発された無事明示はスリブアルゴリズムを用い圧縮されている また2.6、30からはさらにより良いアルゴリズムで圧縮可能である。最もらしい誤解はビジーがファイル名のセッ時にあるため、このイメージがブジップ2で圧縮されているのだということが語られるが、そうとは限らない。Linux カーネルイメージは通常、Linux カーネルソースのディレクトリにおいて、次のコマンドを実行することで得られる。 メイク原稿のバージョン2.6では、アーキテクチャによって、この時暗黙のうちに指定されるターゲットは異なる。例えば X86 アーキテクチャにおいては、暗黙のうちにメイク、無事メ示ジと指定されている。これは、無事メ示ジを生成せよとの指令を発行したことになる。正常にビルドが進むと、端末エミュレータに以下のように表示される。ビルドプロセス。 ccinit calibrate o.ldinit built in o, o a r アーチ h x 8 6六リブリブ a l d ビ i m l i n u x o.madopostvimlinux o, o l d t m p ビ i m l i n u x 1キシム t m p カルセムズ s 1 s a s tmp カルセムズ 1, 1 o.ld tmp vimlinux に、キシム tmp カルセムズに s、as tmp カルセムズに o。ld vimlinux シズマップシステムマップ。シズマップ tmp システムマップ。ccarch x86 boot a20o。ccarch x86 boot aidoo。 バフセットアーチ X86 ブートバフセット HLDS アーチ X86 ブートコンプレストビムリナックス LDSAS アーチ X86 ブートコンプレストヘッド 32OCC アーチ X86 ブートコンプレストミスク OCC アーチ X86 ブート コンプレストストリング OCC アーチ X86 ブートコンプレストクムドライン OCC アーチ X86 ブートコンプレストアーリーシリアルコンソール O ブジェコピーアーチ X86 ブートコンプレストビムリナックスビンホステックアーチ X86 ブートコンプレストリロックス リロックスアーチ X86 ブートコンプレストビムリナックスリロックスグジップアーチ X86 ブートコンプレストビムリナックスビンジーズホステックアーチ X86 ブートコンプレストマックピッギーマックピッギーアーチ X86 ブートコンプレストピッギー S AS アーチ X86 ブートコンプレストピッギーを LD アーチ X86 ブートコンプレストビムリナックスサーフセットアーチ X86 ブートサーフセット HAS アーチ X86 ブートヘッダーを CC アーチ X86 ブートビデオビオスを

セットアップイズ15068バイズ。システムイズ2828 28キロバイト。CRC5051E6E4。カーネル、アーチ、X86、ブート、無事メージイズレディーカーネルに、静的リンクされるすべてのオブジェクトコードは、ビムリナックス、O に、リンクされる。これとは別に、すべてのオブジェクトファイルからシンボルのみを取り出し、 単一のエルフセクションヘッダとして保持する、オブジェクトコード、t m p カルセムズに O が生成される。この二つのファイルをリンクしたものが、本記事の対象とする実行ファイル VimLinux である。続いてこのファイルにナノメートルコマンドをかけ、シンボルテーブルシステム、マップファイルを生成する。続いて圧縮ルーチンを含めた。 カーネルイメージのブート用ルーチンのビルドが開始される。カーネルの圧縮、カーネルイメージの伸長などに関するソースコードは Arch X86 Boot Compressed に存在する。Arch X86 Boot Compressed Head o o はカーネルイメージのメモリアドレス前方に位置し、BIOS から得た低レベルなハードウェアの情報を 処理するためのコードである。詳細は、ソースコードのアーチ X86, 六ブートコンプレストヘッドドル s や、そのエントリーポイントスタートアップ、ドルリンカスクリプトなどを参照せよ。アーチ X86, 六ブートコンプレストミスク O は後方に位置する、カーネル本体を含むコードをスリブなどのアルゴリズムを用いて慎重するコードである。 有名なアンコンプレッシングリナックスというコンソールの表示は、この処理において見られる。ヘッドドル。o ミスク、s o その他カーネルイメージの新調号に利用する低レベルコードをビルドし終わると、p i キー y o というオブジェクトコードと一緒にリンクされ、Arch.X86。b o o t コンプレスト、s s e d v i m l i n u x という実行ファイルを生成する。 ピッキー O は次のようなプロセスをたどり生成される。ディレクトリのトップにある VimLinux は GNU b イ n ュート t ズ l s により配布されるオブジェコピー、コマンドを利用し、.com モンなど不要なエルフセクションヘッダとシンボル情報をすべて削除された上で実行ファイル、Arch X86 Boot Compressed VimLinux b, b に変換される。 このファイルに圧縮をかけ、さらに専用のツールを用いて、ビムリナックスビンジーズを、エルフのセクションヘッダに埋め込んだ特殊なエルフオブジェクトファイルが生成される。これが、ピッギーオ O である。この後ブート用の低レベルコードのビルドが続く。カーネルのブートに関するコードは前述の圧縮、伸長コードも含め、Arch, X86、ブートに存在する。 Arch X86 Boot h e a d b r O はカーネルイメージの先頭メモリアドレスに存在するコードである。エントリーポイントスタートから開始されるこのコードにより前述した新調用ルーチンを後ほど呼び出す。このオブジェクトファイルも含めビデオバイオス用処理などの低レベルなコードが Arch X86 Boot セットアップエルフという実行ファイルとしてリンクされる。ここまで正常に終了したならば、無事メージの完成は目前となる。アーチ X86 ブート、セットアップエルフとアーチ X86 ブート、コンプレスト、ビムリナックスは、オブジェコピーコマンドの特殊なオプションによりそれぞれ、エルフバイナリから、ローバイナリア,アーチ x 十六ブート、 セットアップ、ビンとアーチ、X86、ブート、ビムリナックス、ビンに変換される。この二つを、カーネルビルド時にしか使われない専用ツールで、結合すると、アーチ、X86、ブート、無事メージが完成する。ビルドの終了メッセージの意味は次の通りである。ルートデバイスイズ、これは、ルートディレクトリのマウントされている、ファイルシステムは、 メジャー番号8番、マイナー番号3番にあることをあらかじめカーネルイメージに埋め込んだことを示す。すなわちこれはスカジーディスクの第1番目のディスク戦闘第3パーティションにルートファイルシステムがあることを示す。次の2行はカーネルイメージのデータサイズを示している。CPU がリアルモード状態の時に使用されるセットアップコードは セクタサイズにきれいに収めるため、512の倍数となる15,360バイトにパディングされたことを通知している。システムはカーネル本体を含むコードでこの場合1メガバイトを U に超え28、2,828キロバイトとなっている。続いて、イメージの CRC が検出され、これが初回のビルドであることを通知し、ビルドプロセスは終了する。 以上より、無事メージファイルは特殊なバイナリフォーマットを持っている。すなわち、主に次のデータを連結し、構成されていることがわかる。無事メージ、イコールセットアップ、ビン、ビムリナックス、ビン。セットアップ、ビン、セットアップ、エルフ、ヘッダー、オーメイン、オーモア。ビムリナックス、ビン、ヘッド、オーミスク、オーモア、ピッキー、オー。ピッキー、オー。 ビムリナックス、ビムリナックス、O, TMP カルセムズに、O, O, A システム、マップ。無事明示が開発された経緯の通り、アーキテクチャによっては、ブート開始直後のメモリ領域は非常に限られている。無事明示は限られたメモリ領域を有効活用するため、ジャンプ命令などを巧みに利用しており、その処理は一般には複雑である。 X86 システムのブートでは BIOS から起動されたブートローダーがカーネルイメージをメモリにロードする。この時カーネルイメージは前項の2セクションで分割した上でロードされる。セットアップ部分がブートローダーの直後のメモリアドレスに BIOS などの予約エリアを上書きしないようにロードされる。システムはメモリアドレス 0X10 万から後方にロードされる。 イナイトドはシステムより後方のメモリアドレスにロードされる。セットアップは BIOS 割り込みルーチンを駆使し、ヘッダー、O などの処理を経て、ヘッドドル。O コードに移行し、CPU をプロテクトモードに遷移する。続いて、ヘッドドル。O からミスク、O が呼び出され、その後続のデータとなっている、カーネル本体が新調される。 新調後はより複雑な処理となる。以降の処理内容は順に述べるのみとし、必要ならば、ソースコードを参照してほしい。新調済みのカーネル本体に処理を移すと、ここまでは、アセンブラコードが多く含まれている。以降は、アーキテクチャヒーゾンとなる。イニット、メイン、オのスタートカーネルに処理が移りを行い、システムのブートアップが完了する。現時点では、 無事メージファイルを新調する特定のツールはない。しかし、カーネルソースコードのアーカイブ内にスクリプッツ、エクストラクト移行コ,コンフィグというバッシュベースの簡易なシェルスクリプトが存在する。このスクリプトは引数に与えたイメージを新調し、イメージからカーネルビルドコンフィグレーションを抽出する。場合によっては、新調したイメージを直接得るため、 無事メージを改変することも可能である。いくつかのディストリビューション例として、RedHat とそのクローンには、カーネルの RPM パッケージに対応する、VimLinux ファイルを持つカーネル d ィーバグインフォーなるパッケージがあるかもしれない。外して、そのようなパッケージは、有する、lib、debug、lib、modules、a m e R、VimLinux にインストールされる。以下は、 X86 から64アーキテクチャにおける、元統リナックスで稼働する、カーネルの実行可能イメージから、ヘッダ情報を抽出したものである。ドルリアデルフ、H ビムリナックス。エルフヘッダ。マジック、7F454C460201010000000000 10。クラス、エルフ64。データ、2、S。 コンプラメント、リトルエンディアン。バージョン、1。OS、アビ、ユニックスシステム V。アビバージョン、0。タイプ、エグゼック。マシン、アドバンスト、ミクロデバイセズ X86 から64。バージョン、0X1。エントリーポイントアドレス、0X100 万。スタートオブプログラムヘダーズ、64。 スタートオブセクションヘダーズ13951312フラッグス 0x0 サイズオブディスヘッダー64サイズオブプログラムヘダーズ56ナンバーオブプログラムヘダーズ5サイズオブセクションヘダーズ64ナンバーオブセクションヘダーズ45セクションヘッダーストリングテーブルインデックス42 ちなみに、同じコマンドを、無事名人に実行しても次のようなエラーが返される、だけである。ドルリアデルフ、H r ー X86、ブート、無事名人。リアデルフ、エラー、アメイブルツーシークツー0イ x c 0 3 1 f に、EB4 セクションヘダーズ。リアデルフ、エラー、ノットアンエルフフファイル、It has the long magic bytes at the start。 無事明治は前述の通りエルフヘッダーを持たない、ローバイナリである。ありがとうございます。